日本関東地方神奈川県川崎市川崎区、水江町、水江町は神奈川県川崎市川崎区の町名である。住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されているが、町名は設けられていない。面積は176万4749.49平方メートル。郵便番号は2100866。ほぼ全域が、 工業地帯であり、2020年12月31日、現在の住民基本台帳に記載されている人口は、霊人である。川崎区の臨海部に位置する、四方運河に囲まれた埋め立て地である。北側中央からバス通りが通り、その西側は、入江崎運河を挟み池上町、東側は、水江運河を挟み夜行三丁目となる。 東は、塩浜運河を挟み千鳥町。南は、京浜運河を挟み東大城島。西は、池上運河を挟み、大木町に向き合うが、一般車両及び歩行者が町外へ直接、往来できるのは、札木橋、水江町線を介してのみである。町域を南北に走る札木橋、水江町線の西側は、JFE スチール東日本製鉄所。東側は、 東亜石油景品製油所が大きな面積を占め、他に東亜石油、水江発電所、ヒツ、川崎発電所、大美飛ん、日東亜園、エディパワー、川崎ゼロエミッション工業団地、日本通運物流センターなどが立地する。住民のいない工業地帯であるが、私立小中学校に通う場合は、川崎市立藤崎小学校及び、 川崎市立川中島中学校の学区である旨が定められている。札つ橋、水江町線には、川崎鶴見臨港バス、川崎市営バスの路線バスが、川崎駅東口と水江町内を結んでいる。終点となるバス停は、水江町のほか、エリーパワー前、ゼロエミ工業団地の3カ所。前述の通り町の外へ行き来できるのは、この札つ橋、 水江町線のみであるが、JFEE スチールの構内には、京浜運河の下をくぐり抜ける海底トンネルがあり、東、扇島を経て、扇島へと通じている。このトンネルは、関係車両のみ通行が可能である。水江町と、東、扇島の間には、島町525メートルのしゃばり橋などからなる、全長3キロメートルの臨港道路が2023年度の、 完成を目標に整備中である。かつては、川崎貨物駅から貨物専用の神奈川臨海鉄道、水江線が伸び、水江町駅で日本交換や東亜石油の原料、製品の輸送を扱っていたが、2017年に廃線となった。江戸時代までは、現在の水江町の東側は、大志河原の村浅し大浜地崎の東亜座の海面、西側は、 池上神殿あざ入江ヶ崎で、明治初期まで池上家の乗り養殖場が設けられていた。1935年より、東亜港湾埋め立て事業が始まり、1937年には県営埋め立て事業に引き継がれた。1941年に、第一期工事分の公有水面埋め立て地1.28平方キロメートルが川崎市に編入され、水江町と命名された。 町名の由来は、この地が1762年に検知を受けた、池上神殿の入江が先地先に位置したことから、入江を水絵に読み替えて名付けられたと伝えられる。その後6回にわたり、造成が行われ、1974年には住居表示を実施するとともに、池上神殿あざ入江が先を編入して、現在の町域となった。1964年には、 潮浜三沢駅から水江町駅までの神奈川、臨海鉄道、水江線が開通した。ありがとうございます。